い可愛いエリーチカなんて呼ばれていたわ。東京、日本のみならず海外の文化も入り乱れ、情報の本流が渦を巻く日本の心臓であり頭脳。そんな場所に人が集まるのは必然。人あるところに闇あり、闇ある場所に心惹かれるのは闇に生きる者の差が。何が言いたいのかって、つまりね、東京また行きたいってこと。前にみんなと東京行った時に寄った黒魔術ショップ、また行きたいんだ。やっぱり通販で買うのと実際に見て買うのとじゃ全然違うのよ。調べてみたら、あそこ以外にもああいう系統のお店が東京にあるみたいなのよね。人が多ければそれに紛れる魔族も多く、魔族たちが一息つける場所も多いというわけよ。黒魔術ショップ巡りやりたい。そんなに言うなら行けばいいの。そんな簡単には行かないわよ。今はまだ東京降臨のための魔力を充填してるとこなの。欲しい堕天使グッズもコンビニの新作お菓子も我慢して、この調子で行けば来月のお小遣いでどうにか行けるわ。耐えるのよヨハネ、今は忍耐の時って。ああ、リトルデーモン、今食べてるそれ私が泣く泣く買うのを諦めた新発売のチョコじゃない。う、まさか私が買えなかったのを知ってて。え、1個あげる。その程度で怪獣されるヨハネじゃないわよ。あと2個。音の木坂学院。